西谷文和路上のラジオレイリオオンザストリートご機嫌いかがでしょうかフリージャーナリストの西谷文和です西谷文和路上のラジオレイィオオンザストリート今日がその第8回目となりましたこの番組は普段はアフリカや中東などの紛争地を中心に取材を続けている私西谷文和が 毎回さまざまなゲストの方をお迎えして、何の忖度もなく自粛もなくお届けしているラジオ番組です、えー。今日もね、あの8回目始めますけど、ちょっとその番組始める前に皆さんにちょっと大事なお知らせがあります。えー、この収録をしている今8月15日のまあお盆なんですけれども、えー、9月1日、えー、大阪の L 大阪 えー、大ホールですね、えー、これ地下鉄天満橋京阪天満橋から歩いて2,3分のところにありますが、えー、ここでですね松本博西谷文和テレビでは見られないここだけのコラボというのを開催する予定です、えー、このテレビでは見られないというのがね、えー、売りでありまして、えー、実はこの松本博さん ご存じの方はご存じは思うんですけど、えー、スタンダップコメディアンであります、まあ、つまりお一人で、まあ、いろんなものまねをしたりするんですけど、えー、テレビでは絶対に採用されませんというのはみぞゆな方とかあのでんでんとおっしゃる方などの真似をするので、まあ、テレビはまあ怖がって用使わないだろうとなのでこういうあのライブでやるしかないということでこの松本博さんが。 出演をしてですね、この年金二千万円問題とか消費税の問題とか今のこの安倍政治のこのまあ問題を鋭く切っていただこうと思っております。でこの松本博さんは最後にこの憲法君というねこの独り語りをされる予定ですのでこの平和憲法を守ってですねこの憲法を むしろ積極的に活用したいというふうな考え方の持ち主で、まあ、私と共通するわけですけれどもその松本弘さんが2部で1時間少しステージがありますで私はその前座でありまして映像で見る戦争と平和ということで南スーダンの映像を中心に自衛隊が何をしていたのかということを語りたいのとあとはまあ戦争と平和のこの映像とパワーポイントでで ちょっと分かりやすい話をさせていただけたらなと思います9月1日に日曜日の13時午後1時会場で1時半開演でありますチケットは前売り1500円当日2000円ですね主催は9条の会大阪ですね電話番号が0 6 − 6 3 6 5 9 0 0 5ですちょっと覗きにいってやろうと思う方はこの「 ゼロ六六三六五九ゼロゼロ五二お電話いただきますと電話いただいただけで前売り扱いにしますのでね千五百円で入れるようにしておきますぜひ、えーえー、たくさんの方、えー、ご来場いただけたらというふうに思います、えー、ということでお知らせの後、えー、ラジオ番組を続けていきますが、えー、今回のスタジオのお客様は毎日放送の報道局ディレクター細川久代さんです。 イカさんは大変力のある報道ドキュメンタリーを世に送り出すディレクターとして有名ですが、近年では映像というタイトルをつけたシリーズものの報道ドキュメンタリーの功績などで、ギャラクシー賞、放送ウーマン賞2018を受賞されています。いつも冷静かつ丁寧な取材で、社会に鋭くメスを入れるイカさんに、今日はたっぷりとお話を伺いたいと思います。また今回の週刊レコーナーナは 3.11を忘れない元京都大学原子炉実験所助教の小出弘明さんにお電話でお話を伺いますそれでは西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリートこれからの1時間どうぞごゆっくりお付き合いください西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリートさて西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリート 今回のスタジオのお客様は毎日放送の報道局ディレクター齋賀久代さんです齋賀さん今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします齋賀、えー、さんに来ていただいたのはやっぱりですね私この間ですねこの権力を持っている政治家たちがまあなんて言うんですかねこの慰安婦問題はなかったとか南京大虐殺はありえないとかそんなことを言って いてかつてはそういうことを言ったらすぐに更迭されたような日本だったのがそれが何言うてももうその発言が許されてしまってむしろその発言にこの火がついてネットでまたそれを増幅するようなこういう社会になっているということで是非才川さんに来ていただいたわけですけど才川さん今前半のテーマは「窮屈化する日本表現の不自由点その後の中止問題と」 安倍忖度政治と題してね <laughs> お送りしたいのですが、はい、窮屈になってませんか今の日本？い<や>非常になっていますよね。はい、あの愛知トリエンナーレの表現の不自由点がこう中止に追い込まれた時に、あの私もあのハッとしたんですけれども、はい、その政治家のこう強い言葉とそれにこうする人々によって、はい。うん 挟み撃ちする構図がもうほぼ作り上げられてるんじゃないかと、うん、例えばその名古屋の河村市長が日本人の心を踏みにじるものだと言ったり、まああのー、大阪府知事の吉村さんが反日プロパガンダだという自、はいうん、職に値する言いましたねはい愛知県知事をね。おっしゃったりすることで,、うん、あでそれにそうだそうだと。 まあ喝采する、はい、あの人たちが抗議なりこうメール、うん、まあ時にはこう暴力的な、はい、ガソリンを持って何かお邪魔する言てね <laughs>、えー、脅かした人その人はさすがに捕まりましたけどあ,<ー>あれに類するようなことがすすごく電話などでであったみたみいですね、えー、だから本来はあの言論による、うん、あのいわゆるそういった言論をそういったこう暴力的なこうテロ行為で封じてはいけないという,う、はい、こういった 言葉がたくさん出回れば、うん、いやそれはいけないよねと確かにその,、うん、あの芸術の中身に支持できなくてもそれを消してしまおうとするような動きはダメだよねっていうだから表現の自由とかが守られて、えー、言論の自由が守られるべきなんですけどね。はいなのでその摩擦するっていうことは駄目だよねって。 っていう言葉が本当はもっともっと大きく流通しなきゃいけなかったのに、はい、そうではなくてその政治家側の「反日だ」とか「ね、日本人の心踏みにる」っていう、うん、そういう言葉の方がこう覚醒器に乗っていってしまったということに非常に危機感を感をじました僕大阪に住む者としてね非常になんかあの申し訳ないなと思うのはこの発信地がですね松井一郎大阪市長だったという。 ふうん、にまあ報道されてますよね<ー>松井さんってもう市長なんか知事なんかもうややこしい人ですけどでも市長という立場を利用してその表現の不重点に慰安婦の像が飾ってあるゃないかと展示されてるじゃないかと少女像がねでこれけしからんって松井さんが川村さんに言うて川村さんがそんな知らんかったけど慌てて見に行ってこれはけしからんというこういうふうになったというふうに報道で聞いてるんですけど。あの貢献力でもって、うん、あのそれを中心に追い込むような こう流れをあの作るっていうのは非常に何かあのあの怖い時代をこう想起させる僕見逃せないのはね松井一郎市長がね慰安婦問題従軍慰安婦問題はデマだというふうに言ってるじゃないですかいやあのデマだと言ってる方がデマ、はい、でそれが、まあ、いわゆる従軍慰安婦 っていうね、うん、この従軍っていう言葉でもって、はい、その慰安婦はその強制されたんだと。まあ、首根っこ掴まれて、つか、うん、連れていかれたんで、はい。で、強制されたんではないんだと、うん、そ,その自主的にね、はい、そのお仕事として、まあ、あの。 いわゆる売春という仕事、を自主的にやったんだと。はい。やった人たちがいたんだと、むしろそっちが、うん、主流だったんだっていうようなねじ曲げが行われているわけなんですね。そのインターネットの中では、その従軍慰安婦ではないと。うん、あれは、その追軍、その軍を追っかけた売春婦なんだ、はい、追軍売春婦なんだっていうような。言説が、こう大量拡散されてるんですけど。私はこれは、もう明らかに、その歴史に翻弄された、そのいわゆる。 性をそのあの日本軍兵士に捧げなければいけない状況に追いやられた女性たちへの、はいはい、もうあの最大級の侮辱、はい、うんだと思いますね。あのーうん、従軍慰安婦は確かにいたし、その騙された人が多かったって聞いてますよ。例えばあの喫茶店のウェイトレスやとか、ねクリーニング屋の仕事やとか言って騙されて連れて行かれたらもう広い意味で強制連行でしょう。 うん、そういうふうに、あの歴史学の積み重ねでは、あのほぼ。あのいわゆる広い意味で、強制されたっていうことが、あの言われてるわけなんですが。あの、例えば、私、あの今年6月23日の、沖縄慰霊の日に。あの南城市の糸数、あぶちらがまというところで。沖縄本島の南側のところですね。はい。あの取材をしたんですけども、この糸数、あぶちらがまは、非常にこう、あの、長い。 人工の洞窟で自然の,あの洞窟で沖縄戦の時にみんなそこで潜り込んで戦ったということですね、はいはいでこう。日本兵も地域の住民も、うん、あとその学徒として駆り出されたあの姫入りの舞台の女性たちもいた。 ガマだったんですが、はい、そこにその姫百合の若い女性たちが立ち入ってはいけないエリアっていうのがあったんですねあそ,そのエリアはなぜあったかというとそこにその朝鮮人の慰安婦の方たちがおられて、はい、ガマの中に慰安婦さんが入れられてたはいでその日本兵の相手をしてたとで これはその糸のの地域の人もちろんそのあのガイドをされている方たちも歴史的事実として知っているんだけれどもこうした歴史的事実をこう語れない語りにくい雰囲気が今もある。ですので私はそれを聞いた時にまさに今こう慰安婦という言葉を消し去ろうとする勢力というのがものすごくこう力をつけてきてそれも暴力的に脅かして喋れなくしようというなかったことにしようといううう、ねはいはい、だからそういうこう。 あの政治の強い言葉によって、まあ、慰安婦の存在をなか,ったとになかったことにしようとする勢力が勢をつけてるっていうのはうん、うん、これは非常にあの大きな問題だというふうふここでですねちょっと私たちも冷静にこと振り返らないかんのはじゃあなぜそんなねその、まあ、私から見たら誤った歴史認識がまかり通ってしまったかということなんですけど。うん この10年20年振り返ってみるとやはりこうしたことを学校で教えないあるいはそんなあのメディアでこうしたことが、えー、報道しないそういうのは大きかったんじゃないでしょうか。それは非常に大きくてあの2017年の,あの7月にあの「教育と愛国」という、はい、あの番組タイトルでドキュリ作られました、ねはいはい。あそこであのまさにその教科でに 助術記述された慰安婦問題を取り上げてるんですが、はい、あの慰安婦という存在がまあ明らかになって、まあ、当事者の女性たちが声を上げたときに、はい、それはあのいわゆる歴史学知見の一つとして教科書に 書かれていたわけなんですねあのキム・ハクソンさんでしたっけ<え>1991年に、はい、あの顔出しで実名で私は慰安婦だったと発表したんですよね。はい、そうですね、はい、ですのでそういったこう歴史的事実その裁判についてもあの教科書で書かれてたわけなんですけども、はいはい、その中学校の歴史教科書で、まあ、日本書籍。日本書籍というのは<籍>あ教科書会社ですね。教教科科書書会会社社こ、あのが、ー まあ、慰安婦の叙述を詳しくしてる、まあ、詳しくしてるっていうのはわずか数行のことだったんですよ、まあ、その第二次世界大戦中、はい、日本軍が各地に慰安婦書を作ってそういう性の接待をしたということを書いたわけですね当然事実だから書きますよね、はいで。ところがこの日本書籍が非常にそのバッシングの対象になってで、はいえー、まあ東京都のほとんどの区で 日本書籍の中学歴史教科書は採択されてたんですが日本書籍は採択されていたいたずっとその長年人気の中学の歴史は日本書籍はい人気の教科書だったわけなんです人気あったね現場では受け入れられていたはい学校の先生たちにとても人気の教科書だったにもかかわらずその慰安婦問題を記述しているということで攻撃を受けて採択を激変させたわけですそれが2001年 あのできこなんですけ教,教科書というのはその各自治体でどの教科書を使うかということを四年に一回でしたっけ、はい、決めないといけない決めますよねそうですね教育委員会が教育委員会が決めますよね、はいはい、教育委員の人がね、はい、でその時にその日本書籍を使うなという団体がいたわけですか、うん、そうですねだからあ,<ー>あの日本書籍を採択するなという、うん、まあその運動を 運動を起こした人たちがいるわけです。それは1990年代ですか？そうですね。<初>あのえっとその日本書籍が採択を減らしたこれは僕たちの大きな成果だというふうに主張している団体がいるんですけれども、はい、その団体はあの新しい歴史教科書を作る会と。 よく出てきましたよねれこの後にそういう団体に成長していくわけですからす、ね、新しい教科書歴史教科書を作る会はいその,あの新しい歴史教科書を作る会っていうのがあの1996年ですね、はい、あのそ,その辺りから非常にそのあの東大の研究者ですとか それこそ歴史はこう自虐史観だと今の歴史教科書はこう日本の負の面ばかりを描いているということよく言われますよね自虐史観自虐史観だということで今の安倍さんの考えとそっくりな方々がいていわゆるそのあの海外の歴史を語るのはどうなのだかっていうようなねまあそういう論調であの教科書をまあ標的にしていく勢力があの生まれてきたわけなんですねでその新しい歴史教科書 は自分たちで教科書を作ろうとしたんですがその教科書はあの現場の先生方に指示はされなかったんですけれども、はい、まあその教科書運動、まあ、右派草のね教科書運動によってその慰安婦を記述していたまあ日本書籍の教科書がこうどんどんそのまあ追いやられていっそういったあの攻撃の波が起きた時に日本書籍はえ慰安婦の記述を そのいわゆる学者の知見をもとにそこに記述したんですけども書き続けたわけですね書,です日本書籍は書き続けた,続けたところが他社の教科書は、はいはい、そこで記述をやめていったわけですね交代<ー>したわけです、まあ、例えば東京書籍の賛成度といっぱいありませんやんか、はい、そうするとそうすると記述し続けた日本書籍が目立ちますよねそうで,すねで集中放火がそこに行くというような状況が生まれて日本書籍が 教科書採択されなければ教科書会社は潰れますよね、はい、そうで,すでも逆に言うと日本書籍は筋を通して筋を通したからこそ潰れちゃったわけですよね。はい、ですのでこれは教科書会社の歴史の中で非常にあの重い出来事として受け止められていて、はい、今教科書会社の中ではいわゆる政権の顔色をうかがってこう忖度して記述するっていうことが ささやかれてるんですけれども、パン屋がばかしになったわ。そうです。道徳で。道徳で、あったあったそれ。はい。はい。はたから見たら、滑稽な話が、マジで、やられ。そうなんです。あと、私一つ聞いたのは、あの、子供たちが、こう、ザリガニ釣りをするイラストを、あの、書いた、その、あの。ザリガニをね、教科書でイラストを描いた、あの、イラストレーターの方が、まあ、絵本作家さんなんですけども。ダメだと、ザリガニは。ザリガニはだめだ。なぜですか。これは、カワイビにしなきゃダメだと。 そのザリガニは外来種だから <laughs> これはカワエビにしろと言ってカワエビなんて言いませんよそ,ん <laughs>、はい、でその作家さんも慌ててねカワエビ調べて、はい、ザリガニをカワエビに書き換えたらしいんですね。はい、でこれは検定前の出来事なんですけれどもそういうふうに教科書会社が非常にそんたをして記述を変えていったっていうことがあってそれはなぜかというと踏み込んだ記述とかその、まああのー、今の政権とのうか。はい の機嫌、あのご機嫌を損なえるような、損なうような記述をすると。日本書籍の二の舞になるんじゃないかと。会社が倒産してしまうもんね。標的にされるんじゃないかと、はい。で、それで、他社はそうなってしまって。はい、で、教科書会社が忖度して萎縮するということは、当然、教育現場も萎縮しますよね。はい、そうです。慰安婦問題を教える先生、はい、っていうのが、もうどんどん減っていってしまったわけなんですよね。それはそうなってきますよね。はい。あの。 まあ、私仕事なので、あの、ちょっとお聞きしたいのは、学習指導要領で、これを教えなさい、これを教えなさいっ書いてあるけれども。はい、慰安婦は別に、教えてはならんということ、ならないんでしょう。あ、そうなんです。はい。はい。あの、確かに、あの、中学歴史。うん、あの、えー、教科書で、慰安婦を、うんえー、記述を現在ですね、現時点でしてるのは、一社。一社あるだけなんです。うん、ですそれは学、はい、学び社学び社はい。 ほとんど採用されてない。学び舎はい。はい、あのえっとこの学び舎というのが十数年ぶりに、はい、あの。それこそ、日本書籍の、はい、まあ,あのバッシング以降、うん、えー、一斉にその中学の歴史教科書から消えた慰安婦の記述を十数年ぶりにこの学び舎が書きました。はいはい、ですると、この学び舎に対してまた攻撃の。 はい、波が送られたわけなんです、ね、で学び者を採用した灘中学とかにも来たんじゃないですかえそうなんですこの「学び者を採用した、はい、あの学校っていうのが、はいえー、私立で非常にこう新学校が多かったんですね灘とか麻布とかあと、えー、国立大附属の中学校ですとか公立中学は怖くて採用できない教科書だから。 私リスのちょっとかしこめの学校が採用したわけでね。はい、はい、そうですね。まあ、それはあの非常に記述が、はい、あの。ええー、こう優れてたというか歴史に対して興味を持てるようなはい、あの。 今こう文科省はこうアクティブ・ラーニングといってあの考え・議論するということをあのにえ重きを置いてるんですけれどもこう歴史を単なる暗記物として扱うんではなくてその,あの歴史をもとにいろいろ考え思考を深めていくというもとに作られた教科書だったのでまあその灘マザ部も,あもあの非常にこうあの歴史教育として最先端を置いってるということでこの「学び者びあを採択を決めたんですけども。内容がが良いから決めたんです、ね、いところがころの採択を 決めた途端にあのまた機嫌や攻撃ハガキというものが教科新しい教科書を作る会の人たちからいやそれはね断定はできないんですけれども断定はできないんですけれども近い人たちですねあの攻撃ハガキまあ圧力ハガキというものが一斉に中学校に送り付けられたそのハガキの文面はほぼ一緒ほぼ一緒ですねちょっとあの今このハガキを手元に持っているので一部読みたいんですけれどもその この度御香が採用いたしました「学び社の歴史教科書は」は日本共産党系の、えー、ある協議会のメンバーである元教員や現役の教師が執筆した歴史教科書であり中学生用に唯一慰安婦問題「事実とは異なる」を記した「反日極差」の 教科書であるという情報が入りましたと。なるほど。で、この慰安婦問題（事実とは異なる）（閉じって書いてあるんですが）このハガキ自体が事実と異なってるんですね。そうあの言ったら文科省の検定を通ってこの学び者の慰安婦の記述っていうのはの載せられているわけで、まあ皇の談話も載っていますし、日本政府のあの主張もあのきっちり載せられているわけなんです。ところが、そうだと検定取らへんええ、取らないです。取らないです。ところが えー、このハガキは反日極左の教科書で学んだ生徒が将来の官僚や政治家、うん、学者法曹界など我が国の指導者になるのを黙って見過ごすことはできませんと。あ<ー>で松井さんとか川村さんの言うてはることと似たようなことをはがきで書いてあるわけ <laughs>、えーはい、で採用を即刻中止することを望みますというふうに書いていて、はい、でこのハガキを、まあ、実名で送って。 でおられた、はい、あの政治家の方が,あのが政治家が送っていたはいはい<の>どなたでした<の>それでその私が注目した、はい、あの実名でこのハガキを大量に投函されてた方っていうのがその教育再生首長会議会長、はい、教育再生首長会議ね。 今東大阪の方じゃないですか野田市長が2代目の会長になって初代やその人初代代代あの松浦正人防府市長山口県防府市安倍首相のお膝元山口すの松浦市長が前市長になるんですけれどもこの方が大量に行っておられた松浦市長に私インタビューをしたんですが行ってはりましたねはいそうすると最初「のなびしご存知ですか?」 で、あの、お聞きしたら、いや、学び者、知らないって。で学び者、言うてはりません。ハガキで,はここはでは送ってるの知らない<あ>っていう,ふうに、あ,いいうのあの、うん、おっしゃったんです。うんはい、で、あの、この。 はがきのコピーを、まあ、わざわざ用意して持って行って、あの、これ、ご自身で出しておられますけど。っていうふうにお伝えすると、ああ、ああ、これ、出した出したこれ、僕の時代を。っていうふうに、まあ、お認めになって、ああ、これ、あの、学び者は偏った、あの。内容の教科書だとかって。断定するけど、読んで、はんの、その。で、で、あの、読まれたんですかって聞いたら、おお。 読んだというか見ただけって <laughs> 結局中身は一切読んでおられない、はい、だから中身を読まずに確認せずにこの圧力はがき。はがを自分の名前で実名で大量に出す。はい だから受け取った方が市長からら来たらビビりますよねやっぱり政治的圧力と感じますよね実際に圧力を感じたというふうに述べておられる,るあの学校長おられますしその中身をきっちり確認せずにこの抗議する圧力する、はい、メールするこれってひょっとしたら。 愛知のトリエンナ,ナーレ。全く同じことが起きてる。同じことが起きているかもしれないです。はい、だから、うん、抗議されている方たちの。どれほどの方たちが中身をきっちり。確認されておられるのかって、ね、私はすごく疑問ですね。はい、お話はつきませんが、ここで一旦前半はお時間となりました。え、この続きはまた後半でお届けしましょう。え、この後は三点一一を忘れない小出弘明さんの登場です。 に踏み上のラジオレイディオオンザストリートここからのお時間は3.11を忘れないと題しまして元京都大学原子炉実験所助教の小出弘明さんに原子力や核についてのお話をお電話で伺いますえもしもし小出さんはいあよろしくお願いいたしますはいこちらこそよろ はいあのー、小出さん、今日はですね、あのー、先日5月27日ですかね、あのーはい、お亡くなりになった、あのー、小林啓司さん熊取6人組のお一人だと思うんですけど、はいえー、この小林さんのですね、はい、功績というか、まあ、同僚としてあの小出さんが見られた小林さん蔵みたいなものをお伺いしたいのですけど。はい結構ですあのー 小林啓司さんを小馬啓さんと呼んではったんですかね <laughs> はいそうですあの、本名は小林啓司ですけれども、はいえー、私たちは普通は、小林啓さん、小馬さんと呼んでいました、はい、熊取6人組のお一人ということで、あのよく、まあはい、お名前が上がってくるんですけど、はいえっと、京都大学原子炉実験所の助手に採用されたのは、小出さんは何年前ですかね。 私は年に採用されましたもうその時小馬慶さんおられたんでしょうか、はい、もちろん、小馬慶さんと私は10歳年が違うのですが、はい、え小馬慶さんは64年ぐらいには、もう確か実験所で働かれていたと思いますす64年ということは、まだ日本に、まあ、いわゆる原子の日がともる前から、原子炉実験所で働いておられたわけですね。 はいはいあのいわゆる原子力発電というものは全く動いていないという頃から、小畠さんは原子炉の仕事に就いていたわけですはいこの小畠さんの専門は、どういうういお勉強だったんでしょうか、えー、一言で言えば、原子炉工学と、はあ、あの言えばいいと思いますけれども、はいえー、原子炉というものをどうやって設計して、 えー、どうやって臨界状態に持っていくのかということが彼の専門でした、あのーまあ、私もあの小林さんのあの話などで、えー、若干ちょっと知ってるんですけど、えー、この小林啓二さんは、えー、この原子力工学の専門家としてまずは伊方原発の差し止め訴訟を戦われるんでしょうか。そうです、えー、先ほど 自身は74年に京都大学原子力実験所に行ったという話を聞いていただきましたが、はい。ええー、その前年の秋から四国電力伊方原子力発電所の設置許可取消訴訟というものが始まりました。ええー、73年の秋からその訴訟が始まったという,う,うはい。はい。でまああの関西を中心とした弁護士がたくさんまあ協力してくれたわけですし、はい。ええー、京都大学大阪大学を含めて。 いわゆる関西にいる学者たちも集まってその訴訟を担うことになりましたしえ熊取6人組と言われた仲間たちその時はまだ熊取には4人しか私もいませんでしたし原子力実験所の4人の専門家がい方訴訟を住民側に立って支えるという活動を始めましたで私はまあ約半年後の74年の4月からえ原子力実験所に就職しまして 彼らに交流するということになりましたあのこの方訴訟です、ね、あのに関してはあの小出さんもおっしゃってたんですが原告側はもう還付、はい、なきまでにあの論証をして被告側を追い詰めたんですが、はい、ですが、はい、裁判所は原告敗訴だったんです、ね、そうですすねそう自分で言うのもおかしいですけれども。 私自身も証人になって、えー、法廷に立ちました国の方もいわゆる原子力委員会の委員を中心にそうそうたる、まあ、東大教授を中心にしてそうそうたる専門家が出てきたのですけれども、えー、全く話にならないというかですね、はい、あの実に馬鹿げた主張しか彼らができない。でね サイエンスとして言うならば、もう私たちの圧勝だったという状態だったと、私は思います、はいまあ、ほぼ100対0、99対1ぐらいで勝ってる、そういう言論を戦わした後で、はい、でも、国が勝つんですよね、国というか、う四国電力が、はいまああの。判決というものがもちろん出るわけですけれども、えー、その判決というのは、国側の主張がずらずらと羅列されている。 そして、えー、最後のところに、三、え、木、ー、市長が合理性があって認められると裁判官が書いて、それで終わりという、<laughs> そんな判決です, <laughs> あそうです、ね、この、はいまあ、言い方に関しては、もうあの断層が走ってますから、かなり他の原発を比べてあ、まその、比較することできないですが、かなり危ないところに立地してますよね、えっと、これ、聞いてくださってるリスナーの方々も、まあ、多分ご存知だと思いますけれども。 日本というこの国で最大の断層というのは中央構造線とい、はい、呼ばれている断層でして静岡県辺りからずっとあの日本列島をまあ横断するように紀伊半島のを通って四国に入って伊方の原子力発電所の目の前を通って九州に抜けていってえ熊本の方まで行くという,そういう巨大な断層なのですけれどもえそれが。 本当に方のの原子力発電所目はい、はい、でそれでまあその言論的にはまあかなりあの追い詰めたと思うんですけど裁判に負けちゃうとで、はい、これでまあ挫折感が出ますよねその後で、はい、高速増殖炉原型炉門樹を廃炉に追い込む裁判が始まるんですがそうです小林さんはここで大活躍されたと聞いてるんですけど。はい まあ、先ほど聞いていただきましたように、えー、小化栄さんはいわゆる原子炉を設計して、えーまあ、動かすということに関する専門家だったわけです。で今、西谷さんがおっしゃってくださったように日本では高速増殖炉原型炉のモンジュという原子炉を、まあ、新たに作って運転させるというようなことを言っていたわけですけれどもそれに関しては、まあ、小化栄さんが何より もまあ、自分の専門とするものだったわけで、えー、文字をとにかく止めるというために、えー、彼は身,身を粉にしてあの、働いてくれましたこの、まあ、専門家の小化けさんがそれだけ、まあ、あの危惧されたという、まあ、素人考えなんですが、ナトリウムで冷やすとか、ものすごく危ない原子炉なんでしょうか。はい 水が使えないという本質的な性質がありまして、はいえー、そのためにナトリウムという、まあ、金属を、はいまあ、液体にしてそれで冷やすというそういう原子炉なのですけれどもナトリウムというのは水に触れると爆発しますし空気に触れると火事になるという、はい、そういう危険な物質でして、えー、そんなものを使う原子炉は到底運転できないと言って小林さんは主張を展開しました。 で実際に文字は動いた途端に潰れましたもんね。そうですね事故しましたもんね。でまあ,あの試験運転の途中でえナトリウムが配管から漏れてきましてえ火事になりまして、えー、1995年のことでしたけれども、えー、ほとんど運転しないまま停止に追い込まれるということになってしまいました。ということは小林さんや小出さんの主張が正しくて。 えーまあ、国側はあの、ま、間違っていたとことを事実でもって証明されたと思うんですけど、この文殊の裁判はどうなったんでしょうか、はいはいえー、とそれからもあの国の方うは、まあ、事故を起こしながらも、なおかつまだ動かすんだ、動かすんだと言って、ずっと、まあ、主張していたわけです。でそれに対して小川圭さんは粘り強く裁判の場で 文殊の危険性というものを専門家として訴え続けて、え結局まあ文、文殊は去年、一昨年でだったでしょうかね、あのー、動かないまま、そのまま廃炉になってしまうということになりました。廃炉になりましたねということは、はい、もうこの段階でやめておけば、お金も節約できたでしょうし、<laughs> そうです、あのー、10年、20年分維持というんでしょうか、はい、動きもしないものを維持して損をしてきたと。 いうことになりますそして住民は恐怖に駆られていたということでしょうね、周辺住民そうです、まああの大変危険な原子炉ですから、えー、それが爆発あるいはまマカサイナルという,ようなことになれば近隣の住民の人たちに大きな被害が出るということは、もちろん、なことなわけで、えー、福井県の住民を中心にして、何とか文字を止めてくれと言って、長い間運動を続けてきてくれたわけです。あのー 小出さんの、まあ、追悼された文章を、まあ、読んでるんですけど、えー、小出さんはあのおっしゃってるのは小馬慶さんですね、はい、通常学者というのはその学問をしてで、まあ、あの極めていくわけですが小畠さんの場合は、はい、この社会的にその活動の中で生かさないといけないそういう思想の持ち主だったんでしょうか。ははいそ、あのー、そうなのです、えー、それが私は小馬慶さん とといいう、まあ、1人ののの専門家、科学者のですす。ね、何よりの魅力だっったと私は思っています普通例えば原子力発電に反対するという学者の人でも自分の専門領域というのはまた別に持っていてちょっと嫌気がさしたらその場に逃げ,ていくこと逃げていくということもできたわけですけれども小竹さん自身は先ほどから聞いていただいたように原子力工学というもう まさにその原子力発電の一番の根幹に直結してしまうという専門性を持っていたので、まあ、逃げ場もなかったということもあるわけですし決して逃げないということで彼は常に社会と向き合って戦ってくれましたえっと80歳でお亡くなりになったということなんですけれども、はい、あの最後にその小馬けさんをお見舞いに行かれてますよね。は <laughs> はい私は、あのー 今はあの長野県の松本市に住んでいまして、はいえー、なかなか大阪に行く機会もなくてですねで何か仕事で大阪に行った時には小牧さんのお見舞いに行くというようなことをやっていたのです、はい、でただ、えー、5月の初めちょっと私はプライベートな用事で関西に出かける用事がありましてでその時にあの小牧さんのお見舞いに行きました。 はい、そしたら小畠さんが小出さんは今日は仕事かと聞いたわけですけれどもいや実は今日は仕事ではなくて来ましたと私は言ったらば小畠さんがあ小出さんもそんな時間の余裕が取れるようになってよかったねと言ってあの私を気遣ってくれたというそんな。 311の後は小出さんは北海道から沖縄までいろいろ飛び回っておられたのでその健康状態を小馬けさんは心配されてたんでしょうか、はい、そうです、私がお見舞いに行ったにもかかわらず小馬けさんの方が私を気遣ってくれるという最後にちょっと1回だけでも小馬けさんとビールが飲みたかったんじゃないですか。 に行けなかった時に、まあ六人組の仲間たちが、まあたびたび小馬けさんのお見舞いに行ってくれていたのです。えそして行くと小馬けさんが、えー、餃子と焼きそばが食べたいというようなことをあの言っていたというので、私は実はその五月十何日に行った時にも餃子を買って行って小馬けさんと食べようと思ったのですけれども、はいはい、あの小馬けさん自身がまあお亡くなりになる直前だったということもあって、多分あのあまり 体調が良くなかそれで彼自身が自分の体調をですねちゃんと認識していたんだと思いますけれども今日は餃子は食べない方がいいと彼が言ったものですから <laughs>、はい、食べられなかったのですでも私と話してる時の小牧さんは先ほども聞いていただいたように自分の病状もまあちゃんと把握しているし私のことを気遣ってくれるぐらいに心に余裕を持っていたので。 多分これかからままだだ何度はは会えるだろうと私は思っていました、はい、でもし小竹さんがもう少し回復してくれたら、えー、彼を外に連れ出して、えー、餃子と焼きそばを食べながらビールを飲みたいなと思いながら、はいえー、私はその日帰ったのですけれども、まあ、10日ほど経って彼は旅立ってしまうということになりました。 6人組と言われる方の1人の小林さんがお亡くなりになって本当に小出さん、今中さん、ねえー、おお残っておられる方本当に大事な、えー、本当に貴重な人材だなと思うわけですが、まあはい、小林啓司さんの、まあ、ご冥福を祈って、えー、そしてまだまだもうちょっと頑張らないといけませんね。私たちねねそうです、ねあの彼 自分を投げ打つようにしてあの戦いを続けてきてくれたわけですからえ彼がいてくれたことを本当にありがたく思いますしえ私自身も簡単にはやはり退くことができないなと思っていますはい、ぜひあのー、もうあと10年20年とえー、私たちにいろんなことを教えていただければと思います今日はよくわかりました、はい、小枝さんどうもありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました3.11を忘れない お話は元京都大学原子炉実験所助教の小出弘明さんでした西谷文和路上のラジオレイリオオンザストリート西谷文和がお送りしております路上のラジオスタジオには毎日放送の報道局ディレクター 雑賀久代さんをお迎えしてお送りしております。え、雑賀さん、後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。雑賀さん、あの前半でですね。その教育現場にこの圧力がかかって、もちろん教科書会社にも圧力がかかって、え、そして萎縮して、え、そしてその。この教育現場を、なん、なんかこう教育委員会が本来守らなあかん教育委員会が、なんかその。 攻撃側に入ってしまったりするということが多々見受けられるように思うんですけど何かその現場でいろいろエピソードあると思うんですけど何かそういうその現場が戦ってるのに何かこう圧力を受けているというそういうい例はああるんですすかねああのあります、えっと、そ,それこそあの、まあ、慰安婦問題にも絡む事例なんですけれども吹、はい、田市 でですね。はい、私あの水田市に住んでおりますが、<laughs> はい。スタジオも水田市にあります。はい。はい、あのまあこう歴史についてまあ非常にあの大学でもあの講義を持たれるような、はい、あのまあ熱心なその公立中学校のいわゆる社会科の女性の先生がおられるわけなんです、はい本。本人書いてありますがあの平井さんという先生ですね。そうですね。はいはい。はいはい 女性のはい女性の <はい S 2> 先生は本当にたくさん著作も出しておられますし大阪大学ですとか立命館でも<は>い,あのいわゆる教員志望の学生さんたちを教えたりして。<はい S 2> 素敵な女性ですよね お持ちの方なんですが、えー、その先生が、まあ、あのとってもあの熱心ないい授業をされてますよということであの、はい、共同通信の取材を受けて。共同通信が取材に来た、はい、でその平井先生の授業内容を。はい、そうです、はい、でその共同通信の取材を受けてで「その憲法マイストーリー」というタイトルで。はい あの共同通信が取材した記事が、はい、まああの地方紙に掲載されたんですね。はい。<で>もちろん共同通信ですから、はい、地方紙に配信して書きますよね。はい。えーはい、で、あのその記事の中でまあ平井先生のこれまでの教育実践というのが書かれていて、はい、で、あのまあ10年以上前に、はい、あのそれこそあの中学校の、えー、教科書にあの慰安婦が載っていた。 時代ですねその時代にあの慰安婦問題をこういうふうに教えてましたっていうことも語られて、はい、今は沖縄の問題、まあ、いろんな人、ねはい、事的な問題も教えてますということで語られた中身が記事になった、はい、でそこに、まあ、その従軍慰安婦もかつて教えてたという、まあはい、共同通信の記者が書いたコメントがあったんですけども、はい、それを、まあ、あの大阪府会議員ですとか、はい、当時 大阪市の市の長だった吉吉村村さんとかが吉村今知事ですね吉村さんははい,はいえこの先生は、まあ、いわゆる思想教育洗脳教育をやってるんだと、はい、十分慰安婦を教えてるっていうのはなんていうことだと、ね、それこそ学習指導要領にも載ってない、ね、これ慰安婦問題を教えてると、はい、いうことで、まあ、こう問題視するツイッターを上げたりあと府議会で問題視する答弁をしたりしたんですね、はい、これは、はいあの 政治的圧力、その授業内容に対する政治的介入だというふうに私は受け止めたんですけれども。もちろん政治家はそこまでやらないでしょ普通。本来はあの学校の授業というのは、はい、その学校の現場の先生、はい、校長に。 そのどんなことを子どもたちに目の前の子どもたちに教えるかっていうのは、はい、あの権限があるわけで、はい、それに政治家は介入してはいけないっていうのがだ,だから教育委員会があるんでしょそうですそれが戦後の教育の仕組みだったわけですだって戦前は天皇制の教育して間違ったから戦後はそれの反省を込めて教育委員会は第三者の機関にししたわけでしょそうです,そ,うですでそれでその第三者でないといけないその学校教育現場に吉村今知事は、はいうん 介入ししてきたわけでしょう、はい、その後平井先生の周囲で起こったことはどんなこことが起こりましたかその後教育委員会は本来ならばその政治家の側に向かって「おかしいですよ」と「それはそ、ね、教育基本法が禁じている不当な支配に当たりますよと」と、はい、むしろ跳ね返さなければいけなかったのかそうね跳ね返すのではなくて「平井先生なんでこんな記事出したんですか」と。 ね、これ杉田氏教育委員会の、ええ、はい、ええ、これまずいでしょう、ね、まあのういう風うに先生をこう追い詰めるような、でも教育共,共同通信が取材して <laughs>、ええ、こんな実践してますよということを書いただけでしょ、ええ、何がまずいんでしょうかい、いわゆる政治の側からこれだけ、はい、その いわゆるバッシングされるような事態を、教育現場に混乱を招くような事態を。平井先生が取材を受けたがために起こったじゃないか。そこに因果関係を平井先生に求めるのは。これはあまりにも不当だというふうに思うんですけれども。あの、そういうふうに、あの教育委員会は動いたと言えるわけなんですね。まあ、つまりこういうことですね。その自分よりちょっと立場の強い吉村さんから言われて。慌てふためいた水田市教育委員会が何、まあ。大阪府からですね。大阪府から言われて、はい、で、慌てふためいた水田市教育委員会が。 一,一個人の平井教諭に対してなんちゅうことしてくれたんやとまあなんかこうドタバタときたということでまああの教育委員会がこうあたふたした、うん、あの大きな理由としてその脅迫の手紙っていうのが来たわけでそれはそ襲撃するぞと書かれた手紙が届けられたわけなんですそれは中学校にですかそうででですす<ー>学校にも匿名ですし、はいその あの先生のお名前もないですし違和感問題をきっかけに出された手紙かどうかもわからないんですけれども、はい、その襲撃するぞと、うん、でしかもその2日後に京都で、えー、課外授業を予定していたところに京都で襲撃するぞあ京都に平井さんらが行って行く予定やったものを、はい、京都で襲撃する言定って書かれてたとはははそうすると学校は要するに。あの 子供たち、生徒が京都に行くことも知っている人物が京都で襲撃するぞと書いてきたと、うんうん、で結局課外授業は中止になってこんなおごとになったと、はい、でさらにヘイトスピーチですとか慰安婦はいないと存在しないというような主張している人たちがそういう学校や教育現場にやってきて、まあ、圧力をかけるというような、まあ、そういう事態が起きてしまって、はい、やっぱり教育委員会もあのその平井先生を<ん>あの処分処処分分でですすか、はい、処分したんですか、はい え何の処分ですかそれ,、ねうん、それはあのー、まあ服務上の措置ということで、はいまあ、学校現場にその校長の許可を取らずに共同通信の取材を受けて記事になったことによってはあ、はあ、学校現場に混乱をもたらせたということで。本来共同通信の記者がまず 校長に行ってこういうことをしたいというのが、はいはい、だから、共同通信側、まあ、私のメディアの中の人間で言えば、メディ、メディアの側に。まあ、配慮が足りなかった、はいはい、気遣いが足りなかったっていうことはあったと思うんですが。はい、取材を受けた、その先生に、歌詞があったと、私は思わないんですね。この処分がなされると、先生の評価っていうのは落ちますね。はい あの先生はなんか「SABCD」かんかそんなにね、はいはい、つけられてそれでボーナスとかが変わるんですよね。はい、でその先生の評価が落とされて、はい、まあボーナスも下がるっていうような、はい、まあそういう事態になってしまったわけですそうするとそれを見ている周りの先生方っていうのは「はい、あ慰安婦問題を教えたことでこんな事態になって、はいはい、で行き着くところボーナスまで下がってしまうんっていうようなね。はい で、これがね慰安婦でこういうことになったら、次南京大虐殺。ほな教えたらやばいなとね。もうどん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 拡大して、結局その日本軍が加害あの海外であったことに対して、何ら教えられなくなるじゃないですか。いやまあ、極論言うとその可能性があります出てきてるということですよね？よねで、これはあの？えっと 文部省のまあ元事務次官でいらっしゃった前川喜平,、はいね、平さんが非常に危惧されていらっしゃったんですが、はい、いわゆる教育内容については教育現場の先生方が責任を持ってするものであって決してその政治家やそのそのいわゆる教育に携わらない人たちの影響圧力を受けてはならないと、はい、これは不当な支配を受けてはならないとえ教育基本法に定められていると。はい 前川さんその専門家ですもんね。はい、はい、うんですから、あの、それはえっと不当な支配をすれば、それは憲法違反、はい、違法行為になるわけですね。はい、だから、その違法行為を認めるような土壌をあの作っていってしまう。うん、あの恐れがあるわけなんです。で、それに対して教育委員会は、はい、まあ、防波堤取り手となって。そう,ねはい、そういっ 現場を守らないのはい、憲法違反にあたるような不当な、うん、あの介入、政治介入はダメですよ、うん、という、うん、あの取り締にならなきゃいけないんですけれども、うん、その教育委員会が今<に>もう取り締になりきら、り逆に現場を責めている、はい、なりきれずに <laughs>、はい、あの政治家の。 こう顔色をうううような、はい、出来事あの時代が起きてるとかあの前川さんの話を思い出しましたが、はい、前川喜平さんを名古屋の中学を呼ぼうとして、はい、その時に自民党の政治家が「前川を呼ぶな」って言って圧力をかけた事件がありましたよね。はいはい あの時はでも名古屋の教育委員会は頑張ったんじゃなかったですか。そうですね。だから長岡の教育委員会はあの誤判定になろうとして、してあのそのマイさんの授業内容については一切何も問題ないということで、はい、文科省の圧力をはね,ね,ね返した。でここはでもすごくあの惜しくするんですけどもその今。 当時文科省でその政治家の講義を取り継いだ名古屋市にまああの政治家がこんなこと言ってますよと言った人物が今あの文科省の事務次官川村首相にチクった人がですだからまあ言ったらその政治の力によってその事務次官のポストを握った人が今文科省をいわば。 あの<耳>指揮してるわけなのでもう文科省はひょっとすると今はそのあの全国の学校現場ではなく政治の顔色をうかがっている可能性が強いとそうすると教育委員会も文科省の顔色を見て政治の顔色をうかがった方がいいんだという流れがどっと出てくるんじゃないかと。まあ、そういうい窮屈化する社会の中で 才加、えー、さんはずっとドキュメンタリーをこう、ね、撮り続けておられるんですけど映像19なんですね今はね。あそうですこの映像19、まあ、去年は映像18ですけど、はいまあ、数々の賞をとっておられますが、はいえー、ちょっとその映像19のちょっと話をどんな内容のものをいっぱい作ってあるんでしょうかいろんなテーマでやってるんですけど、はい、私の中で今一番、あのー、もうこれはずっとあのテーマとして追い続けたいなと思うのは。 あのそのまあイラン不問題もそうなんですけどもこうあの歴史的事実ですとかあのいうものをこう歪じたりこう歪曲するようなそういう流れとまあ南京大虐殺なかったとかいう話もあるしねあとこうデマとかヘイトを政治的にこう大量に流していってトランプさんはそうですもんねうんこう丸でそれをこうあの真実かのように見せる。 この政治的流れ、まあ、嘘も100回言えばほんまになるみたいな、うん、世界ですもんねだからこう、はい、事実と歴史をこう軽んじる、うん、あの動きに対してあのそれはおかしいですよねっていう投げかけの番組を、うん、まあ作り続けたいなっていうふうにはあ,ある種そのフェイクに対するファクトチェックみたいなのをずっとやってり、られる。 あまあ、去年は映像18来年は映像20になると思うんですが、はい、これは MBS だけでしか見れないんですか毎日放送だけでそうなんです近畿ヘリアでのローカルドキュメンタリーなんですよね。それがもう しかも午前0時50分みんな寝てますやんかそうなんですよ日日曜でしょはい最終日曜日大体第4日曜日なんですけど日曜日月1回それも日曜日の深夜の0時50分からだから月曜日の午前0時50分ですからまあでもまあその日曜日のね夜に普通はねその大概みんな寝てますよそううですよねだからも うんまあ、すごく見にくい時間にこう、はい、追いやられててこれが今の,あのテレビ局の何、うん、ていうか現状というかそれでもはいだから酔っぱりの人は起きて見ていただきたいし、えー、まあ翌日仕事のある人は是非録画でもしてね。えーえー あの、えっと、だから、今度は、ええ、九月二十二日に、今度、あの、私の次の自作のドキュメンタリーを。放送さいかさんの出番は、来月、二月ですね。二十二日です。ぜひ見てみたいです。私も、本当に、今、その政治家の強い言葉が、こう、人々を熱狂させて。それこそ、こデマとか、ヘイトを大量拡散させる。ヒトラーの時代もそうでしたもんね。歪んだ、その歴史認識を、その大量に、この、あの、ルフしていくっていう、この動きっていうのは、本当に何とか食い。 止めななきゃいけないけと本当がファシズムにつながって戦争まで行っちゃう場合がありますからね、うん、そのいわゆるあの、えー、正当な判断きちっとした、はい、ちゃんとした判断ができない社会を自分たちで作り上げる可能性があるじゃないですか、はい、これはあの怖いことだなと。 だから大衆がこう抑圧する側に回るデマヘイトを拡散する側に回るっていう構図がた作られるこれは本当に社会があのどんどん悪くなっていく。 そのためにも映像の力が大きいからこのドキュメンタリーというのは存在意義があるんじゃないですかありがとうございますですのでなんかその一方向にこうデマが拡散しそうになったりとか何かその歴史が歪められようとしたりとかすると違う方向にこう情報を流していくっていうか情報がやっぱりあらゆるところからいろんな立場の人たちがあの。 黙らずにこう発信発言していくことによってあのみんなのこの言論空間っていうのが保たれるんじゃないかなと思ってとにかく情報が一方向に流れていくようなこと社会ですねそれはこれは絶対にダメだなとだからあの展示会はダメだとかあの先生はダメだとか反日だとかねいうような情報が流れ続けるようなこの社会っていうのはとても不健全だと私は考えてます。 えー、まだまだお話を伺いたいところなのですがそろそろお時間となりました、えー、今回のスタジオのお客様は毎日放送の報道局ディレクター才、えー、川久代さんでした才川さんどうもありがとうございましたありがとうございました 1>, 1時間にわたってお送りしてまいりました西谷文和路上のラジオレイリオオンザストリート8回目いかがでしたでしょうかこの番組ではこれからもまさに路上から市民目線でしっかりと社会を見つめ発信していこうと思っていますそのためにはこのラジオを聴きのあなたからのご支援が必要ですもしこの番組を聞いて少しでもいいな応援したいなって思っていただいた方は ほんの少しでも構いませんお力添えをお願いしたいと思います、えー、皆様からのご寄付はゆうちょ銀行か近畿労働銀行で受け付けております、えー、この収録をしている今8月15日のおまあ、お盆なんですけれども、えー、たくさんの方から、えー、寄付をいただいております本当にありがたいことですこれでちょっとは長くできるかなとちょっとホッとしておりますがでも、えー、長く続けるためにはぜひ引き続きよろしくお願いしたいと思います 口座番号など詳しくは路上のラジオのホームページがございますので、そちらからお願いいたします。アドレスはラディオストリートドットネット、ラディオストリートドットネットです。または路上のラジオで検索してみてください。番組へのご意見、ご感想などもホームページのメッセージホームからお待ちしております。それからこの番組は YouTube からも直接お聞きいただけます。 気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますチャンネル登録してもらいますと新しい放送回がアップされますとお知らせが届きますので便利ですよろしくお願いいたしますそれでは西谷文和路上のラジオレイリオオンザストリートまた次回も聞いてくださいね